はようございます。ここは JR 日暮里駅です。今日は何をするんだ？青春18切符を使い常磐線を乗り通します。じゃあ上野から乗らなきゃダメじゃね？常磐線の正式な区間は日暮里から岩沼となっているので日暮里から乗ります。ふーん、朝早いな。だって起きたの朝4時ですよ。健康をガン無視して起きるのは良くないと思うぞ。さて、5時13分発常磐線勝田駅に乗ります。その勝田駅とやらに乗るのか？いえ、その手前の水戸まで乗ります。どうせならどんどん先に行った方がよくね。水戸で飯が食いたれは多分宇都宮線宇都宮駅。水戸で飯が食いたいのです。水戸って茨城県の県庁所在地だったのが。だから食べる店もたくさんあるってか。とはいっても食べるところはもう決まってます。じゃあ目的地まで行くのみか。そうね。さて、そんなこと言ってるうちに常磐線2531系が来ました。では快適なボックスシートに乗って水戸まで行きましょう。やはりこの時間から外出する人は少ないみたいですね。そりゃそうだろうな。さて、電車はもう間もなく三河島に到着します。間もなくっていう放送もなく三河島に着いちゃうのか。そそ、ちなみに常磐線の特別快速は三河島駅を通過します。ん？特別快速なんてあるのか？特別快速という主要駅にしか止まらないめちゃくちゃ速い種別があります。常磐線のこの列車は時速130キロ走行に対応しているため、それはそれは速いです。が、そもそも快速も速い上、特別快速は全部土浦止まりなので、あまり、って感じ。電車はあっという間に北千住に着きます。北千住ってあれだよな、あのでかい駅。そうそう、ちなみに常磐線快速の次の駅は千葉県の松戸です。各駅停車の方はまだ都内にもあるのか？そういうこと。常磐線の中でも比較的長距離を走る電車です。実質は尾子から各駅停車です。今日休日だから一度で一部新幹線に乗るので乗ってません。お前めちゃくちゃケチじゃねえか。新幹線に交互期待。川だな川だな。列車は荒川を渡りました。川だな川だな。川ですね。千代田線はここでおしまいです。千代田線北綾瀬方面が見えます。あの明るい緑色の電車か。そうだよ。なあ、一ついいか。何ですか貴様。貴様ってなんだ。ひ勘は通ない。本内に入るぞ。もうゴールが2分半も経ったのにまだ東京と脱出してねえのかよ。あらあらうふふうふふじゃねえ。どんどんカットしていけ。いやあね、ちょっと取りすぎちゃって。そういう癖良くないぞ。取り出から本数がだいぶ少なくなります。次からがやっと茨城県か。せっかく撮影したのにもったいないないですよ。まったくもったいないのは撮影機材の容量の方だろ。名目上はここまでが快速です。ここからは駅間が広い各駅停車。なんかいるな。無賃乗車だ。逮捕。お前は何を言っているんだ。車内はこんな感じです。前よりちょっと明るくなったな。もう朝6時ですので。逆に言えばまだ50分しか乗ってないのか。茨城県中部の常磐線はこんな感じ。なんつうかローカル感が漂うな。次の駅は大回り界では有名な友部です。実は常磐線は友部駅でカーブします。線路が T 字に分かれているんですよ。ってことは水戸駅はここから北の方じゃなくて東の方か。そそ、ほぼ東です。列車はもう間もなく水戸駅に到着します。ついに飯が食えるってわけだな。それよりなんか駅通過してないか。ああ、これは偕楽園駅という臨時駅です。基本は通過です。たまに止まるんだな。偕楽園の梅祭りに合わせ下り列車のみが停車してくれます。優しいね。誰が今優しいねって言ったの。そんなこと言ってるうちに水戸駅に到着ですわよ。では水戸で少し撮影してから飯を食いましょう。ちゃんとの飯より電車ってお前さ。ほら、発車しますわよ。この電車は重量も繋いでいる素晴らしい電車です。とか言ってたら動いたな。なあ、飯はまだか。黙って。は？
影終わりました。おお、やっとか。そしてこちら常磐線 E501系 でございます。素晴らしいフォルムですね、マジで。お、これは他の人の演出を真似するな。ほら、電車が出ていきますよ。いいからとっとと飯を食え。そして左側に見えますのは水軍船。いいからとっとと飯を食え。いやー素晴らしいですね。マジでお前飯食えよ。私自身、水戸駅は本当にテンションが上がるもので、あれは鹿島臨海鉄道線。ところでさっき E657系の去り際に一瞬見えたかもしれないですが、これ良くない神。このニューデイズと一体化しているまさにこの E653系ってやつが、これが朝飯か。納豆そばです。水戸駅立ち食いそばや名物合うのか。意外かもしれないけど、これが合うんですね。納豆のとろみがそばのつゆにマッチする。これこそ絶品ですよ。そしてこれは眠気覚ましのコーヒー。今後、青春18切符旅で必須になってくるアイテムです。カフェインも摂取してまで旅を続けたいとか、お前なんなんだよ。アイアムバカ。認めたな。めでてぇ。乗れ。もうすでに乗った。でも撮った写真が少なすぎる。来たので乗っていきましょうね。車内はオールロングシートです。車内は一段 LED。延々と次は何駅かを表示してくれます。行き先とか表示してくれないのか？はい。全く表示してくれません。ちなみに1995年に製造された車両のくせに、自動放送がついてます。車内は日朝だからか、空いてます。まだ7時40分ぐらいなんなの？うん、そうだね。もうすぐ8時です。ちなみに Y の Twitter フォロワーは6時に起きてる人が結構多くてビビりました。それはビビるな。さて、問題です。こちら、何と読むでしょうか？知らん。大河原とかか？では行きます、答え合わせ。正解は大井川でした。みんなは分かったかな？それとも分かったかな？イエスかハイのどっちかで答えろみたいな言い方やめろ。ちなみに大御神社というのが存在するそうです。次は大御神です。マジで大御神なのか？ The next station is 大御神。 高萩は都内から出る普通列車で来れる限界点だった気がします。特急ならもちろんもっと先まで行くことはありますけどね。車内は相変わらずのガラガラ。ところで読めますか？知らん。即知らんっていうのやめて。あ、ちなみにこれはなこそって読みます。内部独特な読み方をするな。勿来。来ないで。次が終点のいわき駅です。おお、やっといわきか。ここから福島県の北の方まで行く原の町行きに乗り換えられます。なあ、これにカタカナ表記いるか？多分いらないけどシステム上はいる。システム上は、なんなな。次は終点ついにここまで来てしまったのかって感じがすごい。これからこの原の町行きに乗ります。そうか。もう突っ込むのやめていいか？これ、日暮里で乗ったやつと同じじゃないか？形式は似てるけど、実は微妙に違うんです。E531K3000番台は寒冷地仕様となっており、東北地方でも働けます。車外に防犯カメラが設置されているのも特徴的ですね。でも、乗り心地は今まで乗ってきたやつとほぼ変わりません。夜は、利用者からしてみればほぼ同じってことでいいんだな。一般的な利用客であれば、ほぼ同じとみなしても何ら問題はないと思います。さて、ここから1時間強かけて原の町まで向かいましょう。実は常磐線は東日本大震災の影響で、2020年3月13日まで富岡浪江間が、普通区間となっていたのですが、3月14日にめでたく復旧しました。これにより、常磐線は9年の歳月を経て全線復旧したというわけでございます。ねえ、素晴らしい話でしょう？お前さん10秒間も一人で喋っていて、私たちの来る意味を奪ってないか？
マジそんな喋ってた？ごめん。でも今の私ね、正直めちゃくちゃ感動しているの。まあ、普通はめでたいことではあるな。でしょ、私は泣いてるからね。嘘つけ。実際気色悪い笑みを浮かべながら駅メモポチポチカメラカシャカシャしてんだろ。わい、バレましたか。お前の生活から察するにそうだろ。あへえ。J ビレッジ駅は臨時駅だったのですが、2019年4月20日に常設駅になりました。平成の終わり際に常設化か。変わった構造の駅だな。この次の駅からが未踏の地です。少しワクワクするな。あちこちに震災の痕跡が残っております。悲痛なものだな。9年だってこれか。あれ、破壊ばかりしているサジちゃんがそんなことを言うなんて。うぜちぎるぞ。列車は富岡駅に到着しました。ここからの夜の森、大野、双葉が立ち入ることのできなかった駅です。いよいよここからか。ちょっと緊張するな。僕も。いよいよここからが本番ってわけなんだな。僕も。お前適当に返事してるだろ。そんなことないよ。嘘つけ。夜の森駅には特急が止まりません。でもこの辺にも特急は来るんだな。上野、仙台からの特急がたまに来ます。大野駅は一面一線の駅ですが、特急が1日3往復来てくれます。奥の方に線路がもう一本あったのですが、現在では使われていません。そうなのか。双葉駅に到着。復旧した駅は総じて綺麗と言えます。うん、なんでそこに向かってズームしてるんだ。特に理由はありません。理由もないのにそういうことやってんのかよ。いよいよ復旧区間も終わり、浪江まで来ました。ここまで来れば常磐線もラストスパートです。ここまで何キロくらい持ってきたんだ。ざっくり270キロくらいですね。もうそんなになるのか。なんでそっちズームしてんだよ。やっほー。やっほーじゃねー。ガーン。あーかわいそう。お前はこのボタンに何を求めてるんだ。てなわけで原の町に到着しました。次はあれか。そそ、あれあれに乗れば常磐線制覇だよ。だけど仙台まで乗る必要はなくって、岩沼まで乗れば実質環状だよ。車内はこんな感じになってます。ちなみにトイレに行きたいので、トイレを移してます。さっさと行け。行ってきました。ここから岩沼まであとどれくらいな。なんとあと1時間くらいで着いちゃう。意外ともうすぐなんだな。いえいえこちらこそ。百号仙台。ここ、ドリンクホルダーがついてます。地味に嬉しいポイントだな。そして車内はこんな感じです。全体的にボックスシートって感じです。ちなみにこの車両は低床化がされており、ホームとの段差が生じないようになってます。段差？この辺のホームは客車列車時代のものが残っており、それで段差が生じてしまうのです。一面の田舎です。クソど田舎だな。最初の3文字はいらないのでは。その言葉、お前にも返すぞ。列車は坂本駅を出て、宮城県に入りました。まあ車窓は変わらないな。楽しんでいるうちに、電車はもう岩沼に着いてしまいました。というわけで今日は常磐線を制覇してきました。長かったけどいろいろあったな。ちなみに袋は別にアップロードするので、そちらも楽しみに待っててください。じゃ、またなー。またなー。